1>, 1月20日、木曜日の山陽新聞ニュースです。岡山市は20日、大人と子供が共有できる優れた作品を対象にした第37回、坪田常時文学賞に東京の作家、のりしろゆうすけさん35歳の旅する練習を選んだと発表しました。のりしろさんは塾講師をしていた頃、坪田の文章から読解問題を作った。 その名を冠する賞をいただき、とても嬉しいとコメントを寄せました。2月26日に岡山市内で贈呈式を開きます。二十四節気の一つで一年で寒さが最も厳しくなる頃とされる大寒の初0日朝、岡山県内は寒気の影響で厳しい冷え込みになりました。最低気温は岡山市中心部が 氷点下1.8度となるなど16ある観測地点のうち14地点で氷点下を観測しました。岡山市北区の流泉寺では参拝者が滝に打たれる恒例の勘業が行われ、およそ30人の参拝者が次々に滝へ入り、冷たい水で身を清め、新型コロナウイルスの収束や健康などを祈りました。岡山市は20日、 新型コロナウイルス感染急拡大で保健所の業務が逼迫しているとして、市の BCP 業務継続計画に基づき、21日から当面の間、市内の37公民館と市立の住図書館をすべて臨時休館し、職員を保健所業務に当たらせると発表しました。BCP 対応で公共施設を休館するのは初めてです。 続いて、天気予報です。1月21日、岡山県南部は、曇り、朝晩、晴れでしょう。最低気温はマイナス1度、最高気温は7度でしょう。岡山県北部は、曇り、山地、では、昼前まで、雪でしょう。最低気温はマイナス1度、最高気温は5度でしょう。降水確率は、岡山県南部、 午前10%、午後0%、岡山県北部午前30%、午後20%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。